さあ、今回の便利屋大賞はマグロの解体ショーをお手伝いしました。見るものを圧倒する大迫力のパフォーマンスに会場は大盛り上がりです。東京築地市場の前で依頼人を待っていると、どうも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 、ストップストップストップ、おー、これ何ですか？これはマグロ、今日入れたやつね。お、いや、天然でございますか？天然天然。少々こわもてのこの方こそ今回の依頼人、木村秀樹さん。私今解体ショー、はい、メインで結構やってるんだけども、解体ショーっていうのはマグロの解体ショー。木村さんはマグロの専門商社、マグロの匠という会社のオーナー。7年前からパーティーやイベント会場でマグロの解体をショーとして始め、その活動が評判に。今や中国など海外からもショーの依頼があるという。まあ、ざっくり200分ぐらいはやってるから、1年365日の日、うん、忙しいんでね、はい、たまたま今日まあ、公開させてもらったと。マグロの匠で待ってきました、アクション、イエーイ。豪快かつド迫力、見る者を圧倒し感動と興奮の渦に巻き込む、そのパフォーマンスとは。ラッシャー板前のビンビア大賞、感動させますマグロの解体ショーをお手伝い。仕入れたマグロを携え向かったのは東京羽村市にある木村さんの会社。おー、立派です。佐渡で揚がった極上の本マグロ、今夜居酒屋さんで行う解体ショーで使うという。またショーの依頼はこんなところからも。直近でまた4日に2本入ってるんだけども、はい、それ結婚式の現場が入ってる。おお、なんと披露宴で解体ショー。人手不足のためラッシャーにアシスタントをしてほしいという。ラッシャー、ラッシャー、人生の門出を祝う披露宴、一生に一度の思い出に花を添えることはできるのか。マグロの解体ショーをお手伝いすることになったラッシャー。それなりにその五感を刺激する、ね、そのエンターテインメントとして の, その要素をこう組み込んだのが解体ショーってこと。そういう方がいらっしゃると私は全く知りませんでした。 そうですよ。そこで今日はショーの流れを一から学ぶことに。まずはマグロの下処理、すでに内臓は取り除いてあるが、さらに丁寧に洗浄を行い鱗を取り除く。やっぱりマグロの王様、本マグロはいいですね、うん、鮮度を保つためマグロのお腹の中や周りにぎっしりと氷を詰めたら、いよいよ本日解体ショーを行う現場へと出発だ。この日の会場がこちらの居酒屋さん。あ、よろしくお願いします。解体ショーを行うのはこちらのお店、なんとステージはレジの横。しかし手狭な場所でも上りを立てて大量機を貼るだけで、あ、いいですね。会場の雰囲気作りもショーの大事な演出だ。そしてマグロの解体に欠かせないのが、マグロがあって使う包丁はこちらと、そう、あとこういったノコギリとかね、ノコギリ、うん、これラッシャー気になるものを発見。これは一体何に使う道具なのか。これはマグロ包丁といって、これはおろし包丁、マグロを切るで専用の包丁。ちょっといいですか、うん、これちょっと包丁というよりはもう日本刀に近いですね。刀のような包丁を使って行う高級本マグロの解体ショー、今回はこちらの2人が手本を見せてくれるという。午後6時半開店、ショーが開かれるとあってお客さんの入りは上々だ。解体ショーとは何なのか、まずもう中も一見にしかずでね、はい、うん、間近で見ようと集まってくるお客さんたち、目の前で一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。マグロ匠解体ショーの始まり、始まり。あの日本刀のようなマグロ包丁で客を圧倒。この兜をね、見事一刀で落としましたら、皆さん盛大な拍手迎えてくださいね。いきますよ、せーの、よいしょ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 。気
切り落とした部分はどうだとばかりにお客さんに披露。これも会場を盛り上げる大切なパフォーマンス。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、ありがとうございます。カマです。脂が乗った本マグロの見事なカマ、これにはお客さんも大興奮。私は彼の役です。そうそう、解体ショーはテンポの良さが重要。アシスタント役にも無駄のない動きが求められる。せーの、よいしょ。あちら、みんなでこう持って、こう持って。息もぴったりのショーにお客さんも釘付け。刺身ぐらい取れてるから。その時、この最高級の中落ちをね、おろしたてのラッシャーさんにね、食べていただいて。突然無茶振りされるラッシャー、お客さんの前で試食リポートをすることに。いただきます。出るか最高のリアクション。甘いです。そして大トロを披露したところで、一旦ショーとしてはね、こちらで締めさせていただきたいと思います。皆さん見ていただきましてどうもありがとうございました。感動しました。あの一応包丁で、はい、もう迫力に圧倒されました。はい、解体ショーが終わると今度はお客さんに出す準備。ショーを見て皆さんの食欲も最高潮に高まっているはず。そこですかさず刺身にして振る舞うのだ。いきます。はい、よー、はい、なんでこれ食べると幸せなのか。さばいてね、さばいてすぐいただけるって、これは、うん、もう最高、最高、うん、見て興奮、食べて満足のお客さんたちと、ここで木村さんが、結婚式の場合はね、新郎新婦が主役だから、ただ失敗許されないよ。俺らは何回もやるけども、新郎新婦はね、一緒に一度のもんだから、その時は本当のアシスタントでやってもらうから。結婚式でラッシャーは木村さんのアシスタントという大役を務めることに。